名古屋地検は19日、町内で管理していた、ハードディスク10台を盗んだほか、USB メモリー1個を破壊したり、他の職員が使うパソコンのデータを決して起動できなく、したりしたとして、50代の男性事務官を、懲戒免職処分とし、発表した。事務官は、同僚に対する嫌がらせなどと動機を説明しているという。 昨年12月中旬に判明し、知見が窃盗などの容疑で捜査していたが、19日に不起訴処分、起訴猶予とした。早川公園自責検事は、国民の皆様に深くお詫びし、職員への指導を徹底しますとコメント。データは事件に関するものも一部あったが、外部への流出はないという。